千代の王のひたむきお悩み相談。今日も元気に頑張ります。千代ちゃん元気いっぱいね。あ、マルゼンさんすごい気迫を感じます。って、うわ、あそこにいるのは八重野さん。はあ、すごいわ。今にも覚醒しそうって感じね。はい、新しいスキルを獲得できそうなのですが、むむ、何かが足りない。新しいスキルを獲得するには、確か咲かせてみせます。チオアンさん、覚醒レベルを上げると育成中に獲得可能なスキルが解放されるんです。解放したスキルは育成の最初から獲得できる状態になります。覚醒レベルを上げるには強化アイテムとマニーが必要です。強化アイテムは主に育成やデイリーレース、イベント、ミッションで獲得できますよ。また覚醒レベルによって必要な素材は変わってきます。オス、千代の王さん感謝いたします。あと先日じいちゃん、いえ祖父からこの本をもらったのですが、これはどのように使うか分かりますでしょうか。本？これは何でしょう。今度は私にお任せあれ。マルゼンさん、オッケー、カモン、これは。この本はスキルのヒントレベルが上げられるアイテム、ヒント本よ。ヒントレベルを上げることで育成開始からスキルの獲得に必要なスキルポイントを節約できてお得なの。ただしヒントレベルを上げるにはヒント本の他に強化アイテムなどが必要よ。八重野ちゃんが持っているヒント本はノーマルスキル、金色のヒント本はレアスキルのヒントレベルアップに対応しているわ。ヒント本は期間限定イベントで入手したり、ショップでフレンドポイントと交換できるわよ。おお、強化アイテムならば折りよく所持しております。では早速。これはたぎる。体が熱い。今すぐに誰かと走りたい。試してみたい。マルゼンさん、あなたの強さは父より聞き及んでおります。スーパーカーと呼ばれるゆえん、見せていただきたい。あらあら、私はせっかちさん相手でも前は譲らないわよ。いざ尋常に勝負。お二人ともちょっと待った。畑で桜餅を作るな、台所に人参を植えるな、体育館で全力疾走したら大変なことになっちゃいます。それに先にマルゼンさんに勝つのは私なんだから。てへっ、そうよね、ごめんなさい。ありがとうね、チアちゃん。失礼いたしました、つい血が騒いで。まだまだ未熟。謝る必要ナッシングよ。相手が強ければ強いほど燃え上がる。それでこそトレセン学園の馬娘だもの。暑くなったから冷たいものが食べたくなったわね。じゃあ今日はみんなでババロア食べ放題にレッツラゴーよ。はい、やっぱりすごいな、マルゼンさんは。今度は私一人でお悩み解決しなくっちゃ。